こんにちは、ジャンゴです。はい、オレコレの動画をまた撮っていこうと思うんですけど、今回は新キャラが来るみたいで、それの話をちょっとしようかなと。で、新キャラ、ドクタースランプからお坊ちゃまくん、悠々白書からヒエが来ると、で、アイシールドからヒルマで、まあヒーローアカデミアからお茶子が、で、まあ再登場キャラが2名と。いやー、まあなんだろう、あのね、比叡が結構楽しみかな。多分冷徹がついてる気がするし、クラマとセットで使える気がするんだよね。あとヒルマとかはまあキャラ的に好きで、ヒーローアカデミアはまあ俺これのおかげで最近読んでみて面白いっていうことで、まあ気にはなってるかな。まあ、ただお茶子かって感じはあるんだけど、まあそうね、とりあえず結構追加されるキャラがみんな楽しみではある。まあお坊ちゃまくんはそんなでもないんだけどねまあそんな感じかな、新キャラは。うん、あとね、ジャンプ覚醒フェスが来るっていうことで、まあこう見ていくと欲しいキャラは、まあ筋肉マンとかまあ、オーバーブーストすれば嬉しいとかっていうのはあるけど、とりあえず持ってなくて欲しいキャラで言うと、イチゴと、まあ、ルカはナルト、翼くん、富士はまあどうだろうな、まあ来れば引けてないからいいかってなるかな。で、天の M と遊戯ってくると、まあ遊戯とかはキャラ的には欲しいけど強いかどうかよくわかんない。で、レイがいて、悟空がね、逆にオーバーブーストしきってるから外れかなっていうところはある。で、まあ、ツナ、桜木持ってる、ジョルの今回引けた、イオリちゃんは、オーバーブーストがするからまあいいか。東条は欲しいな。東条は欲しい。ビビもオーバーブーストさせたい。この辺は持ってるからオーバーブーストさせたい組かなとは。で、上記覚醒キャラにおいて、キャラクターの覚醒のメダルが、このガチャが来てる期間29日の12時からは100ポイントで交換できるっていうことで、この間即属性のピックアップで引けたキャラのジャンプ覚醒はこのタイミングでやろうかなと思うので、いや今回取ろうかと思ったんだけど、ちょっと後にする。で、レジェンドアリーナに、まあ配給のキャラが来てると。ほらね、配給もね、実はまだちょっと読んだことがない作品の一つで、だからまあちょっとキャラとして何とも言えないところなんだけど、能力的にはこのパッシブの、身代わりになるっていうパッシブかな、パッシブスキルが優秀なのかなと。まあ今いる石崎くんの強化版って感じかな。で、しかも属性がタイだから、台とかを止めてくれるよみたいな感じのキャラっぽくて、ちょっと能力的には欲しいかなって感じかな。うん。で、そうだな、お知らせの話したいことはこれで一通り終わりで、次はこの星5キャラ 20% ガチャが10枚たまったから、これを引いてみようと思う。まあ 20% だから10枚引けば星5が2体は出るはずっていう計算になるんだけど、まあどうなるかな、ちょっと2枚以上、できれば3枚以上でも、何のアクションもないからちょっと不安。どうだろう、イチゴはまあ次の覚醒で引け、あ、ジャンプ覚醒するやつを次のフェスで引ければオーバーブーストできるから嬉しいけど、どうだろうな。進化で一郎霊、進化また君か田所めぐみ、ああ、ふうすけ、山田太郎、いやこれはなんかひどいな。あ、レオリオはまあオーバーブーストさせるか。え星5いないじゃん。マジで？ゼロか。
これはなんか負けだな。まあでも次のフェスとかに運を貯めたと思って仕方ないかな。で、前回のピックアップで引いた2枚のジャンプ覚醒は次回やるとして、進化はさせれるからビクトリーにしちゃおうと思うんだよね。ジョルノとキルアを。で、この2人と対抗とパワーアップガチャから出るやつを星5にしたりして、素材は集めてある。まずジョルノからビクトリーにしておこう。OK。次はキルア。キルアも次誰使おうとしてたんだっけ。ソーマは30、あ、これは使っていいな。あとララを使っていいね。でこいつは30、そうだね、オーバーブーストなるべく低いやつを使って、あとこれか、あ待てよ、こっちのナルトの方が多分 10のやつだもんね。そうこっちを先に使おう。ここもこっちのルフィの方を先に使おうか。よし、これで OK。 これでキルアとジョルノをビクトリーまで進化させたと。あとレベル上げて、でね、できればねブチャラティとかも一緒に進化させたいけど、素材的にはちょっと苦しいかな。どうすかな。トドロキショートはちょっとなんとなく最近ヒロアカ読み始めたから星5まで上げてるけど、どっちもオーバーブースト60だからちょっともったいないな。これはすごいもったいない。そうだな、まあとりあえず保留かっていうかね、さっきの星5 20% ガチャで何体か出ると思ってたからね、それも計算に入れて3体ぐらいビクトリーいけるかと思ったけど、ちょっといけなかったね。ってことで、まああとはまあこの2人をビクトリーにしたよってことで、まあまたレベル上げとかをしといて次ジャンプ覚醒させてっていう動画をまた別途撮ろうかなっていうことで、今回は、これで終わろうと思います。はい、ありがとうございました。